写真拡大。オープン戦、オリックス3から10巨人9日、京セラドーム大阪。巨人、原辰徳監督が、若手のアピールに満足げな表情を浮かべた。この日は控え中心のオーダーを組んだが、ディクソンから4点を奪うなど13安打で10得点。5番捕手で先発した大城が3安打を放ち、正捕手トリオをアピール。石川、山本、吉川大もそれぞれマルチ安打をマークした。坂本勇や丸、ゲレーロなどのレギュラー組を先発から外したが、原監督は、どっちがレギュラーかわからないね。持ち味がしっかり出ていた。良かったと思いますと、チーム内の競争激化を喜んだ。